はじまきょうしろうのつまんないコメントぶった切りのコーナーっていうね、すごいほんと動画っぽいタイトルコールですね。まあ、これで動画っぽくなっちゃうっていうかね。はい、上からマジで来たねっていうね。定期的に悪口を言うですね。よくわかんないっす。はい。で、定期的に悪口言うっていう動画ですね。これなんか成瀬さんの悪口をふんだんに入ってですね。で、きなこもちって人がなんか、カンナムスタイルですか、キム・ジョンウンですか、はじまきょうしろうだよバカ野郎な、面白いと思って書いてんのか、そんなコメントよ。なんでまだキム・ジョンウンって言うのかな、お前は。なあ、もう飽きろよ、カンナムスタイルも、大昔が。なあ、ガキのくせにアンモナイトがよ。ガキのくせにアンモナイトって名言だけどね。エライ D さん。これ外国の人なんだろうね、なんか顔文字乱用してて。知らねえけど、なんか、すごいゲップをこういう冷たい目線で見てるみたいのでね。わかんねえよ、うん、怒るってね。すみゆみぎまえさんもね、すごいね、マイペースにコメントしてくれてるからね。すごいマイペースってひどいな。それは俺の動画全部にコメントしろなんて言わない。ドナされた三浦さん、草ってね。ちょっとムカつくけど嬉しいな。まあ、あなたのこと結構好きです。これからも応援しております。応援して、まあ、ごめんなさい。ね、日本語添削マンになっちゃって。ありがたいね、こういうの。つぼった。嬉しい。つぼったわらわら。嬉しいね。普通にこういうのは嬉しい。でも、このどんだけの動画で笑ってるっていう、ツボの浅さはちょっとびっくりしちゃいますけどね。ってね。すごい俺煽っていきますからね。で、肌汚くてグロ映像はクソ。まあ、これは自分をね、揶揄じゃねえな。全然その、ひげするっていうか、そういう言い方ですね。そういうやつで笑ってくれたって。肌が汚くてグロ映像は腐って。それで笑ってくれたってね。イムっていうね、話題のイム様の名前ですよ。イムです。よく実況者さんや歌い手さんの動画のコメ欄に出場します。出会った時は構ってください。嫌ですということでね。カラさんっていうのが何歳ですか？頭の形、ラッキョみたいで可愛いですね。お前はラッキョを可愛いと思ってんのかっていう一つと、なんで唐突に歳を聞くんだよ！お前もしかして俺に年齢でマウント取ろうとしてんじゃねえのか？ふざけんな、俺7000不可説天才だよ。なあ、なんじゃそれ何歳ですかーって。もう推測してろよ。何歳でもいいだろ。うん、普通に。てか、ツイッター見に行ったらすぐわかんないさ。で、ツイッター見に行くわけないよな。いや、違うんですよ。ツイッター俺普通のなんか誕生日になっちゃって。まあ、多分そろそろ非公開にする。非公開にしようかな。もう悲しいんでね。まあ、個人情報だから非公開にしよう。今から非公開しに行きます。はい。いやーね、脅されたんすよ。俺、一日ずつ誕生日ずらして、なんか違う。誕生日ずらすとき、誕生日をずらす。誕生日が来る直前に、その日付の誕生日を、まあ、ロック。自分のみ。変更保存。あれは何なんだろうな。ちょっと待って、おならします。これ、実が出そうなやばい。はい。今ね、実が出そうだったので、調節したんで、おたでないですが、匂いはします。あ、くせえな。何歳ですか？頭の形、ラッキョみたいで可愛いですね。なんだそのコメント。なあ、怒っちゃうけど。どんだけをボツにしたいけど、結局ですね。結局ボツにしない雑談で。なんで頭の形ラッキョなんだよ。やばくない？まあ、ラッキョだな！普通にラッキョだな。汚い豆電球みたいな顔してますね、僕は。つべやめた方がいいよ。うるせえ！なあ、のって思うやつ。お前コメントやめた方がいいよ、コメントすんの。って言い返してくれ。びっくりした、びっくりした。いやお前、足かせ TV 第0回チャンネル紹介のさ、砲丸太郎の動画で、つべやめた方がいいよって、お前、ふざけんなよ、お前。腹立つな、こいつ。お前、これ最高傑作の一つだぞ。最上技者12項の一つだからな、この動画は。RS、顔汚い。お前の方が汚い。いや、お前はめちゃくちゃ綺麗なんだろうな。純白のうさぎさんがよっていうね、よくわかんない煽りっていうね。顔きたきたきたな顔きた顔きた、ね、よくわかんないですね。もうガチャガチャきて顔汚いって黙れよバッサー。うん、すごいね。中村龍之介、相互登録お願いしますっていうね。はい。全然ね、よくわからないです。相互登録って。今、登録者時点が見えなんだから。まあ、登録しましたけどね。で、この人のチャンネルでバリバリ売名しますけど。斜めになりながらも、8989897873434555255525 わざわざ文字にしてくれたのかなのとこの謎のビート感好き。ありがとう。くせ五目チャーハンゲップだ。ね。キム・イルソング。駅で見たら絶対近づきたくないタイプの人間だなって。うん。うん。なんだ？それ以外はお前は近づいていくのか？なあ、俺以外の人間にはスリスリ近づいていくのか？俺はあいつにはつかないけど、はい、みんな近づいてこう、近づいてこうってやんのか、お前な。なあ、俺、うわ、はじまきょうしろみたいな近づかないで、それ以外近づいちゃう、スリスリしちゃうって。一番やべえやつだろ。なあ。ね、オープン痴漢じゃん、そんなん。痴漢じゃないよな、もうそれはパフォーマンスだよ。そんなん。人生をかけたパフォーマンスすんねん。そうなのかっていうね。超極端人間だけどね。いや、これでね、マジレスするやつはね、ぶっ飛ばしたいと思うけど、ギャグですやん。そんな。ね。いや、面白くないかもしれないけど、面白いとは思ったけどね。駅で見たら絶対近づきたくないタイプの人間。駅じゃなかったら近づきたいのかな。駅じゃなかったら何とも思わないのかな。駅だからダメなんだろうね。じゃあ駅ぶっ壊してやるよってね。まあね、はじま特有のデストロイヤーの考え方っていうね。はい。早さこそ最強。これセミユースマヤさんのやつね。封印されし白熊さんですね。クソみたいな、なんか、用がね。こいつ動画消した。消してね、こいつ元からなかった。いや、なんかね、俺すごい腹立っちゃって、こいつにね、肝ぶっさって言ってね。言われたからムカついたんですよ。肝ぶっさってお前の顔も大層なもんだろうってな。なあ、マジで。お前の顔見せろよって話なんですよね。いやでも肝ぶっさって言ってくるやつは、キモいから。すごいキモくない？俺の顔どうですかって言ってもねえのにキモいぶさいって言ってくんだよ。ぶっさって言ってくるやつ。そいつ多分ね、顔もうね、歪んでるよ。グラグラの能力でグー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 みたいに歪められた人みたいな顔だから。本当に、そいつ顔いびつだよ、多分。そいつに俺30件くらいコメント返したのにさ、こいつね、特有のゴミコメントさ、底辺がなんかほざいててさ、暇なのかな、ブロックしとくねってね、ブロックの機能知らないの、こんなコメントしてるからね。で、俺それすごい怒っちゃってね。だから俺はもうアンチコメントに絶対コメントもハートもいいねも押さないっていうようにした。腹が立ったから。その俺の熱量に対して返してくれないから、もう絶対コメント返しません。っていうようにした。もうみんなはね、構ってくれないんだよ。単純に構ってくれよ。構ってくれるためになんか欲しいからやってんのに、なんでお前ら構ってくれねえんだよなあ。暇作れ、本当にマジで暇作れ。みんなに言ってるわけじゃないよ。そのアンチにね、普通に善良な視聴者は俺の動画コメントしたいと思ったらすればいいと思うよ。コメントはするもしないも自由ですからって言って、コメントもらったらむちゃくちゃ嬉しいんですよ。そういう肯定的なコメントっていうのはやっぱすごい嬉しいわけでね。否定的なコメントでも筋がしっかり立ってればいいんですけど、まあそれじゃなかったらボコボコにこんな感じで動画で叩きますけど、まあ肯定的なコメントとかね、そういうね、応援コメントに関してはもうね、毎秒7000コメントぐらいしてくれればなと思っておりますが、やっぱり励みになりますから。と言いつつね、動画全然投稿してないんですけど。売名もまた動画投稿したら2日間くらいやるかな。最近なんかソードアートオンライン見てたんですけどね、10話くらい、10何話くらい見てて、ちょっとね、話がつかめなくなって見るのやめましたって言いながらね、全然再開するんですけど、いや、リゼロ見たんですよって話してね、いいアニメでしたね。はい、それ以外は俺なんか見たかな。特に見てないですね。ワンピースがね、ワンピースの日に、130話まで解禁になったんですね。130話といえばニコ・ロビンが仲間になったところっていうね。ところなんでございますが、すごい面白かったです、ワンピースも。どこまで見たかな、俺、ワンピース。アーロンパークまで見たんですよ。で、アニメオリジナルはなんかあんま好きじゃないから飛ばしました。はい。アニオリは飛ばして、アニオリはね、飛ばしました。結構アニメオリジナルって嫌がらせしてくるからね。だから結構小田栄一郎先生の監修がないとダメだからね。俺アニオリの嫌いなところってさ、ルフィ絶対全力出さないじゃん。すごい手抜くじゃん。うん、映画はいいよ全然。映画はね、映画は関係ないんで、映画すごいいいもんだから。アニメオリジナルハートオブゴールドとかも全然ルフィ本気出してないしな。うん、逆にギアフォースになっちゃってぶっ飛ばしてくれればいいのにね、一発で。それ逆に面白いよね。うん、でも今のルフィに、だから孔明みたいなやつが出てきたじゃん。だ孔明は策士だからっていう理由でやったけど、普通にね、いいかなって。見たくないなって思った。口悪いから俺。孔明の回ね、あんまいい気持ち。まずアニメオリジナルってどうなんだろうなって思う。面白きゃいいんだけどね、面白くないじゃん大抵が。うん、口悪いな。面白きゃいいんだけどね、本当に。いやー、でもワンピース、ちょっとどうでもいい、まあ、雑談だけどさ。いやー、ワンピース救済ですよ。救済されないってね、うまいってね、今俺に後輩がいたり、そうやってうなってますよ。救済、乗ることを休むと、救うと決済の際か。をかけてね、救済されちゃうよ、救済されないよってね、救済してくれよっていうね、かけたけど、これ俺後輩いたら、うまいって言ってましたからね、まほどさんのなんか後輩みたいな。よく言うじゃん、うまいって。何がうめえだよって話だけどね。うまいってね、面白くねえもんはうまくねえよっていうね、すごい俺の独特な考え方がありますけど。いやー、救済だよー。だから7月30日が、のんのんのんなんだよね。ワンピース自体あるけど、で、じゃあ8月6日か、8月6日、うん、になんかね、まあ、やるんだけど、合併号なんすわ。うん。で、20、27。だから一応3回はあるんだよね。まあ、夏休みだから、っていうか思ったけど、ワンピースって休館しないんだなと思ったら、合併号があったのか。うまい言いようだよな。だって合併号だって、合併したからって言ってボリュームなんて一切変わんねえのに、あれ一番ムカつくよな。何を合併してんだよ。 1+1 は2割る2してんじゃねえよなあ。やべえ計算してんじゃねえよって思いました。でも大変だからな。だって小田先生がそれで無理してさ、体調崩されたら元も子もないからね。そんなやっぱり何でもそうだからね。長く続けるために俺は YouTube やってるっていうかさ、いいわけじゃないけど、その毎日投稿をやればそれはチャンネル登録者増えるんだけど、俺が飽きるんだよ、動画。飽きるっていうかね、嫌いになるの。でもなんで今の状態っていうか、自分が一番好きな時にやるからなんだよね。っていうのは嘘で、単純に今親の都合で動画の、これ言い訳じゃないんだよ、やっぱり。このトーク、俺のそのやつをね、親に聞かせたくないの。なんでかって、親が面白がらないから。だからといって俺は親が面白がるトークはしたくないし、うん、クソムカつくなっていつも言ってるけどさ、ね、面白くないんだったら絶対見んなよって俺も言うんでね。うん。これからは言います。と言いつつね、あ、と言いつつってね、何をと言いつつなのかなって言って、普通に、ここをいじってたって、ここが見えないから何をいじってるかわかりませんけど、まあ、いじると言えばあれしかないでしょ。気持ち悪いな。その顔面、その図体で、それはダメだよ。犯罪だよ。うん、国の宝に匹敵する犯罪だよってね。もう逆国宝だよ。本当に。ね、税が重くなるよ、お前みたいな人間は。っていうね。眠いとね、バシバシ出ますけどね。あ、最終的にっていうか、見返した時に何言ってるか全く分かんないっていうね。あー、眠いな。寝るわ。いや、まあ寝ながら喋るとね、より喋れるんですよね。最近の始まったやろ、なんでね、俺が映んないのかっていうと、単純にゴミ、単純にと俺は普通にっていう言葉が好きなんでね、これ口癖です。ゴミが多いんですよ。単純に普通にゴミが多いんですよ。単純にゴミが多くて普通にゴミが多いんですけど、ちょっとね、単純に普通にが口癖なんですよって言ったらね、みんながその単純に普通にを意識するよっていうのね、分かってるんで、僕わざとすごい対応してるんで、あ、なんだこいつ演技で気持ち悪いってね、思われてるところだとは思います。そのなんかね、全てを見据える男みたいなボケをしようと思ったのにさ、噛んじゃったことによってもう全てが台無しだよね。俺の能力は大事なところで噛む力なんで、噛む力っていうね。うん。だからそれもイントネーションとかも悪いし、言い方も区切り方も悪いから、何も伝わらないっていうね。結局ね、結果的に。うん。ゴールはね。いや、急にダサくなったな。結果は、最終的に、うんちブリブリブリザード兄弟。うんちブリブリブリザードデリバリーズバヤリース兄弟ブラザーズっていうね。単語の羅列ですね。単語の羅列って怒られちゃうんで、普通に。怒られたわけじゃないけど、指摘されちゃってさ、ムキーってなっちゃうよね。面白いだろって思うけど、もうウケないっていうね。いやーでも最近ハマってるタイトルはあれだな。歴史の傍観者プリンデストロイヤーだな。その次の後ろのタイトルは忘れたけど。いやーマジであのタイトル傑作だわ。歴史の傍観者プリンデストロイヤーだよ。むちゃくちゃ面白いんじゃん。すごいわ。俺天才だなーって思いながらやるとね、炎上しそうだけど。だって天才だもん俺。奇才で天才で、大天才で秀才で。努力はできないけど。あーすごいお腹すいたな。いやーでもなんかね、五目チャーハン俺嫌いなんだよな。なんかちくわじゃないけど、キノコみたいなやついいんじゃん。キノコはなんであいつは味があんなに主張すんのマジで。和を乱すなよ、チャーハンの馬の和を。旨味の和を乱すな、お前は。だから俺キノコ嫌いなんですよね。だってキノコってなんか、うまい味の和を乱そうとするじゃないですか。なんかキノコのバターソテーとか、あいつがメインだからさ、美味しい。まあ、食ったことないけど。バターとほうれん草、ベーコンとほうれん草バターの炒め物とかにもなんか、キノコいるんですよ、デニーズで。何の恨みがあるんだよ、俺に。そんなに俺をいじめたいのか本当に。キノコ野郎どもがよ。いや、マジで、キノコの逆襲、キノコ帝国のって言ったらバンドになっちゃった。キノコ帝国ってバンドあるんですよね、なんか。後で聞いてみよう。いや、知らなかった人々いるってんじゃん。俺から言ってんのになんか無知になっちゃってる。いや、無知なんですけど、曲一曲も知らないんで、名前しか知らないんで。キノコ帝国が攻めてくるぞって言おうと思ったらね、キノコ帝国っていうのがあったから、そのバンドが攻めてくるぞっていうのとね、意味合いが全然違ってくるっていうけど、意味合いが全然違ってくるっていうことを言いたいがためだけど、その意味合いが違ってくるっていう本来の使い方ではないけど、確かに意味は違うけど、意味合いではないみたいなね。ちょっと適当に言ってるだけですからね。でもキノコ帝国ともしくはもう、キノコが攻めてくるのどっちが怖いかって言ったら、どっちも怖えよなあ。見知らぬ有名バンドが攻めてくるってやべえだろ、そんな。何万人っていうファンがいんのがさ、武装して、鎧を着てさ、槍持ったり、剣持ったりさ、盾と剣持ったり、銃持ったりさ、来るんだろ？恐ろしすぎだろ。いや、キノコ帝国がその、やべえ金を振り回して俺の周りに来るとか。地獄には変わりねえわ。どっちも地獄。うん。はい、どっちも優勝。うん、どっちも優勝だからどっちもビリっていうね。いいですよね。なクロマニヨンズのメインジェットで、メインジェットみんな優勝、みんなビリみたいなやつがあるから、なんかそれは違う。メインジェットじゃないかな。みんな優勝、みんなビリっていいよね。いいわ。自分の好きなものを語り始めたけど、まあいいかな。ちょっと今日は寝ようかな。寝ようかなって言って一回動画切ってから俺の素が出ます。はい。まあそこも雑談しますが、はい、おしまい。